ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、グランプリ。監督は、ジョン・フランケンハイマー。1966年の作品です。自動車レースの最高峰、フォーミュラー1に人生を捧げた男たちと、彼らに関わる人々の愛憎の物語です。出演は、ジェームズ・ガーナー、イブ・モンタン、ブライアン・ベッドフォード、ジェシカ・ウォルター、エヴァ・マリー・セイントほか、CG などのごまかしが効かない時代に、ドライバー役の俳優たちは、フォーミュラーマシンの操縦を覚え、車載カメラで、実際の高速走行を撮影。事故シーンは驚くほどリアル。三船敏郎が本田宗一郎っぽい役で出演しています。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。